Soriano will make his way towards the box to lead off the fifth. 黄金線の近くで押す。了解。わかりました。何これ、何も出てこないよこれ。多分つけられると思うよ。これなんか何も表示が出なくなったよ。激ムズ。了解。打った、ホームラン入った。ダメだこれ。なるほどね、じゃあタイミングだけいけばいいんですね。ダメじゃん、ヤンキーズの選手って誰でもホームラン打てるんじゃないの。違うの。了解。これすごそうっすよ、これすごそうっすよ、この選手めっちゃ筋肉。了解。抜けた。そうね、面白くないね、見てる側が面白くないね。確かに。分かった、ちょっと変えるわ、ちょっと待ってね。いやなんかプロスピーと一緒の方がいい。ちょっと待って、オプションで。ヤンキースでも勝てないと。あ、そうなんだ。そういう、いやだって相手レッドソックスよ。だってよく考えてみる。もうどうでもいいからウイポやれ、軽やかなプレイ。ウイポはね、ちゃんとまた後でやるから大丈夫よ。打撃撃沈ピュアアナログ、これがいいわ。これピュアアナログで応答でちょっとなんか、お、私を少し助けてくれる的なのないのかな。なんでこいつら全員敗北地なの。ウイポ後でやるんだわら。ヤンキースは全部お金使ったから今年はやばい。ゾーンにしとけって、わら。今日ウイポあんの？これ何？デフォルトで。レテクルオートリネ。これか。今日ウイポ一応放送今日終わったらまたやろうと思いますよ。これでゲーム音大きくて監督声聞き取りづらいです。あ、本当に？了解。おいおい、今日あるとかマジかよ。寝れねえじゃねえか。はい、ということで、チープインパクトサインします。何の？外国ゲームに果敢に挑む監督、頑張れ。この放送終わったらウィポ、風呂行ってきます。そうそう、そのつもりですよ。よし、これでいい。監督ありがとう。ついでに、水飲もう。やべえ、最終素材が決まってないからウィポ用の馬急いで作らないと。フサンさすがです。フサン、フサンなんかしてくれたんだ。ごめんね、本当にちょっと本当は反応した方が良かったんでしょうけど。大きいです。何これ。監督のすごく大きいですよ、決まりさえにします。何これ、 R が何か、何、ちょっと待てよ、右スティックで何かするって書いてあったな。どういうことこれ。あ、これ振るんだ、こういうこと。あ、違う。ちょっと待って、どういうことこれ。超むず、これどういうこと。これ何これ。なんだろう、ゾーンね、よく、ちょっとむず。戻って。打席で謎のダンス。ちょ。わらわら、何か笑われてんぞ、わら。右スティックを下に倒してバットを引き、右スティックを上に倒すとスイング。これはお薬やってますわ。そんなことすんの？ゾーンの方がいいね、じゃあ。ゾーンにして、で、なんだ？これも、ひどすぎやっているのは野球なのか、これ、怪しいダンス。クラシック、ピュアアナログ、クラシック、あ、これは薬物判定引っかかりますわ。あれがメータークラシック。吹っ切れた。これでいってみよう。クラシックってやつやってみましょう。で、リスナーの話を聞いて。クラシックでいいよ。了解。これでいいね。これでいこう。オプションも英語でわからん。わら。オッケー。いけ。落ちた。オッケー。いけ。オッケー。オッケー。オッケー。
オッケー、二塁だ、二塁だ。やっと二塁打出たよ、みんな。いけましたよ。本気出そう。海まで飛ばせー。うまいがな。はい、了解。Now the first pitch here from Lester. 何今の？チップ？マジか。今の当たったと思ったんだけどな。怖い。監督まだ諦める点差じゃないか。うわ、抜けんかった。和光ということで、愛子さんいらっしゃいませ。頑張って今やね、MLB、ザ・ショーっていうね、作品の方やっております。ちょっと今日はね、エキシビジョンマッチということで、ヤンキース対レッドソックス戦を、場外にね、海がある、サンフランシスコジャイアンツの本拠地で、プレーの方しておりますよ。わかりました、頑張ります。まあ今日だけなんでね、許してくださいよ。あ、でも私これ初めてやってんだよ、みんな。まあ初めてやってももっと上手いって言われたら、それはそれまでなんですけどね。行くぞ。わかりました。オッケー。これで少しは決まりやすくなったかな。これ多分投げる瞬間にバツボタンを押すんだと思うんだよな、多分。おそらく。ということで、さなぎさんいらっしゃいませ。後ろのバックステージですよね。本当ですよね。どうも、さっきの詩でしたが、あた来ました。ポンズが浴場外打ってた球場か。ということで、2005番さん、お帰りなさいませ。うわ、抜けだ。投げて。いや、お前なんでそこに立ってんだ。初見ホームラン打ってくれたら手術続けますということで、2007番さんいらっしゃいませ。わかりました、頑張ります。なんか一塁ファースト、なんであんなとこにいるんだ。私がこれやってからなんで、まだ何とも言いません。やった後に1時間の休憩もらって、それからやろうかなと思ってますよ。行きましょう。あれ、私のせいなのかな、わからないですよね。すごいですよ、本当に。描写がね、2011番さんいらっしゃいませ。今日はどちらかというと、ゲームを楽しむというよりは、こう、なんていうんですかね。あ、やっぱそうだ。離した瞬間に投げる、押せって書いてある。どちらかというとね、このゲーム自体をね、ちょっと楽しもうかなと思ってます、本当にね。いや、大丈夫。私もカバーしに行かないといけないのかな。なんか自動っぽい感じもしたけど、違うのかな。やってみましょう、じゃあ、後でね。あこ2ってくらい、ものすごい感じますね。やりません、リズム天国やりません。行きましょう。まあ、楽しんでくれないとね、なんかこう、笑いながらね、できればこちら放送したいなと思ってますんで、今日はね、お試し枠なんで。いきます。これか。ダンスダンスレボリューションは。いいよ。OK。ダンレボは放送しないけど。よし、行くぞ。OK。転がした。行こう。いいよ。すいません。ファーストアームーブね。多分であると思うんですけどね。今の苦笑い。マジか。本当に？みんなこれで面白がれないんだ。かわいそうですね、みんな。ファインプレーボタンはない。そういうのないみたいですね。作詞家監督の誠ってことで、小手アンバーグさんいらっしゃいませ。行きましょう。そうですね、クラシックにしてから少し操作がしやすくなりました。これクラシックの方がいいわ。俺は嫌いじゃない、なぜか。あ、そうなんですね。いや、楽しいと思うんだけどな、これ。みんな楽しくないのかな、これ。真面目にプレイされてもつまらないんだぜ、わら。OK、 行こう。よし。 OK、 いや、楽しいですよね。
これ、あ、そういえば普通こういうスポーツゲームって、あ、そうですか、みんなホームランみたいだけど、そっちね、了解。あ、それはね、私一発でそれ出せれたらすごいけどな。アクシデントがないので、見せ場では監督が楽しんでるな。目がちょっとなんか本田圭佑みたいな目になっとるな、イチロー。あれ本田圭佑みたいになってない目。あ、これプレイステ4でやってますよ。2046万セールします。いきます。 OK、 落ちろ落ちろ。いや、了解、見せますよ、私も。うわー、カッティングだ。なんか本田圭佑みたいな目になっとるが、大丈夫か、あれは。集中、単独集中、リラックス、自然体。期待してるよ。いた、いた、行こう。And this will stay inside the third base bag. A fair ball. よしよしよし。オッケーオッケー。いいよ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 。よく見たらイチローちょっと怖いね。これ妖怪ですよ。ということで2070番セールします。盗塁の仕方が分からんのよ。ごめん、ちょ、まずは打っていく、打っていく。いや、レッドソックスのキャッチャー相当いいんですよ。レッドソックスのキャッチャー相当いいキャッチャーなんで、多分刺されちゃうんで、打ちましょう、ちゃんと。うわっ、フェアでした、フェアでした。今のスチール、完全に寝不足のイチロー。行くぞ、みんな集中して。3点差で盗塁するの。うわっ、走って走って走るの。This will get foul for strike two。 今の、あ、落ちた落ちた。え、違う、ファールね、ファールね。今のファールだった。あれだった、ファールだった、ファールだった。バスターだ。危ない、危ない相当危ない。いや、もう今もうどんな球が来てもね、打ちますから私は。今来い、カモン。どんな球でも私は今自然体だから打てるはず。おお、危ない危ない。体が反応してね、ちょっと今椅子から倒れそうになりました。避けようとしてなりきってます。今私は今ジーターです。来い、俺はジーター、ヤンキースの4番。いや、今は2番か。監督が避けても、わら、惜しいわら。よしよしよし、俺いけるかもしれん、いけるかもしれん。よし、行くぞ、ホームラン。集中して、カットの天才、わら、わらわら。うわぁ、すいませんでした。あ、難しい。まあでもまだ大丈夫、まだワンアウト、ワンアウト、ワンアウト、まだワンアウト。くそ、あれ高めのボール難しいな。そらサイルします。頑張ってます、頼むぞ。今私はバッターの方です。いた。うわ、めっちゃ飛んどんだけどな。了解、ブンブン丸ね。ボール球も見逃せない男の人って、高め、わらわら。抜けた。オッケー。一塁。オッケー。チャンス到来、チャンス到来。で、これで4番、4番来るよ。みんな、4番来るよ。この放送で1番の山は、ここでホームランでも打った日にゃ。3対2、逆転、ホームラン同点か、了解。集中集中、監督集中、4番よ、4番。よし、ちょっと本当に手に汗を握る展開になってきた。私も今、外野で見てたらもう興奮して失神してる、多分。うわー、ボテボテ。最悪。あの監督がついにメジャーの監督になったと聞いてということで、キラッとされてますね。あー、山場、こういう終わり方しました。ジャッキー・ブラッドリー・ジュニア。そういえば、やっぱり今のレッドじゃないですね。アライが悪い？
だぜ。ごめん、もう少し頑張ります。うん、知ってた。ということで2149番サインをします。OK、わかった。そういうつもりでやるわ。ちょっと本気でいくわ。エイロットは薬物で捕まっちゃったんだ。いや、まだチャンス来るから。またOK、OK、ナイス。いいね、守備範囲広いね、やっぱし。さすがだ。ちょっとね、頑張ってるんですけどね。ピッチがマシになりつつある。やっと掴めてきた、このクラシックってやつ。ねえ、野茂が投げれば大丈夫、ヒデオ、ヒデオということで、皆さんよく知ってますね。捕まってないけど今年は試合できない。いいね。黙れハゲ。あ、そうなんだ。今年は試合できないんだ。野球界追放まで行ったの？マジか。オッケー、引っ掛けた。ハハハ。あ、でもやっぱみんなノモの時代ちゃんとあれなんだ、リアルでちょうど何も渡してないよ。なんで追放されちゃうの？追放されてないんですが、それはそんな歌あったの？あ、追放はされてないんだ。追放はされてないみたいよ。うん、歌あったよ、ノモの歌。ドジャーズに行った時、監督がいれば大丈夫、今ならノモグッズ当たります。ああ、カットがうまい。 I believe this one is going to be the same as well. It does show quite a battle here as it remains 1-2. OK、 ブッシュが演説で話題にしたことだもんね。あ、そうだ。私にとってはね、このニコ生挑戦がね、メジャー挑戦みたいなもんですよ。まあ、小さな男ですよ。仕方ありません。ゲーム実況ぐらいしかできることないんですよ。申し訳ございません。うん、ワンストライク、ツーストライク、スリーストライクアウト。うん、ノモレジェンド、今じゃただの豚だけどね、ということで。なんてこと言うんだ。なんか草野球チームかなんかをやってるんじゃないの？マゴツ、胸のエンジンに火をつける監督ということで、小砂丘サインでしょ、ません。マジか。火をつけないといけない時が来ましたか、私の。おっしゃ。いいね、いいね。監督いいよ。だいぶピッチングが安定してきた。ありがとうございます。やるね、やるね。ということで、ありがとうございます。よし、ラッキーセブン。本当にすごいな。ラッキーセブンですよ。いや、まだまだ、これからこれから。マーク・トゥ・シェラフ、こっちフォアボールで出してるね。監督、そんなことない。嫁も応援しとるやないか。応援状マジか。そうですね。ゼロが止まらない。いや、まだまだまだ。行くぞ。集中。野茂こそ現代日本野球の神。うわ、むずい。野茂こそ現代日本野球の神でしょう。ってことで、2090万歳でしょ、さ。まあ、その、イチローが神なような気もするけど。和骨です。ってことで、トムイさん、ご提案のお越しいただきありがとうございます。いらっしゃいませ。ただいま LLB2014、The Show というゲームの方やっております。今私はバッターです。今日ね、届いたばかりのゲームを少し皆さんとね、ちょっと試しに、プレイしてみようかなと思ってやってますよ。うわー、これボテボテ、落ちろ落ちろ。うわー、マジか。日本人 MLB ピッチャーのパイオニア。そうですね、確かにそういう意味ではそうですよね、一番ね、その日本人が新人で、そうですよね、確かに。まあ、そのイチローもすごかったですけど、その前に、そういうのをやったのはノモが初めてですからね。それで2196万さんもいらっしゃいません。やっぱそういう熱い話をできるリスナーさんも集まってきたんですね。大魔神佐々木もノモがいなければって感じですもんね。確かに。自打球しちゃった。まあ、こういうゲームたまにやるのは楽しいですよ、本当に。
おっしゃ、落ちろ。日本人初ホームランのも、日本野球といい関係でいけなかったら、みんな評価されないね。ああ、そう、確かに、ね。ここまで黒待てなしで、監督はこうとくれ、ね、妬まされました。ニューヨーク市民基地、このまま終わるとそうですね。いやでも、なんかコツは掴んできましたよ。そうですよね、多分そう思いますよ。うわっ、むっず。オッケー、今止めたことになった。止めたことになったよ、みんな。これ、バツボタン押して資格押したらキャンセルになるんだ、すごい。マジか。わらわら。オッケー、オッケー、オッケー。いいですよ、お酒飲みながら見てもいいですよ。チャレンジしよう、監督ゲーム選手権。ということで、2110番戦でしません。チャレンジは、それテニスだ。来ましたよ、ヒット打ちました。あ、いいじゃないですか。ね、私が解説兼皆さんのお話しするね、あの実況みたいな感じでね、やればいいんじゃないですかね。はい、ワッコーとか2118番戦でしません。代打エルドレッド、それ広島カープ、ちょっと待って。飲んでんのかい。野球でもチャレンジ制度あるよ、ムルブだけ。代打、カブタ。あ、そうなんだ。MLB にもチャレンジ制度あるんだ。あ、そうなんだ。現地の球場で今はもうそんな時代になっちゃったんですね。184ついてた。いいね。監督が解説やったら打てない選手にめっちゃキレそう。わら。今日は飲めないんだよね、残念。ということで、うわー、入ったかと思った。イチローと香川真司の世界的な知名度、どっちが高いんだろう。難しいとこだね、それね。でも一番やっぱし、プレー人口が高い、多いのは、サッカーなんですよね、香川真司の方が有名の可能性が高いですね。でも、そうですね、やっぱ野球が流行ってる国はアメリカしかないんですけど、でもその、あ、でもそのアメリカの人口とあとその中国の人口ってのが結構その全世界の人口を占めてるからな。難しいね。シャンパン、お祝い事でもないのに。お酒好きなんですね、皆さんね。さて、この人ね、有名な人ですよ、オルティス。パワーブログが出てきたら、まあ、面白いけどね、なんか、それはイチロー、余裕でイチロー、うん？野球こそ男のロマン、うん、まあ、どっちも、まあ、サッカーも好きだけどね、私はね。あ、そうなんだ、今、中国はサッカー熱なの。中国は卓球でしょ。あ、そうか、中国、卓球プロリーグがあるんですよね。すごいですよね。まあ、それはあれだけ強いですよね。まあ、でもやっぱ、うん。中国はショート数よ。何が？あ、サッカー熱と野球熱？中国はカンフーサッカー。ベースの後ろにショートがいるよ。カンフーサッカーってあれ中国か、それ。ベースの後ろにショートがいるよ。一番にピノ持ってくれば勝てる。謹慎だけど、シーズン中にスターがなくなったらその日の試合どうなるんかね。右のベース投げるよ。中国はあー、なるほどね。中国はラーメンよ。っていうか負けてるやんかい。いやでも本当にっていうか負けて、そうなんですよ、今 2-0 で負けてるんですよね。あ、じゃあ 3-0 ごめんなさい。モンゴルマン、なんかモンゴルマンって何、そもそも。いくぞ、 OK、 いいね。和骨ですけどね、狙い人さえいらっしゃいませ。今日は MLB のね、14、ザ・ショーっていうゲームをね、やってますよ。モーション、どうなんでしょうね。ミスターが亡くなった場合は、モーションをつけて試合、まあ、ありえますよね。プレスをリアルだな、選手の特徴って、あ、そうなんだ。私もオルティスとか有名な人しかわかんないんで。そういや、去年だか、クリロナが MLB の始球式した。そうなんだ。投球よくなりましたよ、だいぶ。私が投げたいところに投げれてるんでね、観客の特徴もリアル。
うわすごいなこれ。いやこういうのをねプロスピもねやればいいんですよ。ライアン・ロバーツ will start things off as they look to do something here to get on the score. ありえますね。ピッチはヒットだけの数ならね。They do have seven hits, so it's not like they haven't had base runners. ピッチングもね投げたいところに投げれたらいいと思うんですけどね。和骨グで2281番サイレしてます。プロスピも頑張ってほしいね。Now action in the bullpen. プロスピもね頑張りますよ。またね配信の方で。いきます。世界的にはオリンピックで除外されるのが野球の高かった。世界的にはオリンピックで除外されるのが野球の教えです。そうですね。ホームラン頼むで。初回の方で最初の方です。遠足がホームラン打つ。 OK ダメか。プロスピは舐めすぎ。改善たくさんあるけどいいところも、そうですね、まあ、プロスピーも好きなんですけど、すごいね、そのやっぱこう、こっちの方がなんか MLB っぽいくらいですか。ということで、MK さん、おやすみなさいませ、ありがとうございます。そうなんだ。監督の放送で叫ぶ前、目が強い。野球は実はルーク骨折して小さい頃から見ない。うわ、振っちゃった。一郎頼め。ダメか。プロスピより後の方が軽いですし、一郎より後の方が軽いじゃない。バーが上げてくるんですか。まあなんていうかね、プロスピとこれを比較する対象にしてはいけないような気がするけど、なんていうんだろうな、これはこれでいいよね、やっぱしね。Stand in now with two away, needing to really get something started here. And their chances of getting back in this ball game are growing dimmer by the. そうですね、本物の写真です。あれさすがに。本物を写してるだけですよ。モエプロか。懐かしいよ。乱闘とかできるのかな。監督のありがとうございます。今何回。うわ緊張しすぎなのかな。レイと遅いのかあれで。もう少し早めに振れ。了解。今ね OK いった。ダイヤモンド以外じゃないの。延長通ということでありがとうございます。だってさ、まあ、その比較するべきところなのかどうかよく分かんないけど、監督、基本振り遅れてない、そうなんですね。ということで、2330番線でしますね。まあね、いろいろ意見があってもいいと思う、それはね、私も。これで全部選手がカープの選手とか、巨人の選手でできたら最高じゃんと思っちゃうんですけどね。パンチボタンがあれば乱闘できそう。ダイブ、but he can't come up with it in right as it skips right past him。ここから逆転だ。やべえ。おおおお。素晴らしい。これって強心とかない。おお、痛い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 。あら、つるっぱげ。エラーで痛い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 。エラーで痛い痛い痛い。エラーで痛い痛い痛い。そうですね、そうですね。で、ゴブレーサイレしますね。そうですね、さすがにこれでバントでホームラン出たら問題です。行きましょう。あと2点、あと2点。うわっ。強振ある、了解、強振しよう。あ、すごい、なんか曲が変わった。落ちが出てきたらホームランだね、これね。間違いない。了解、落ち着く。いったいったいった入ったおへぇ。いや、一瞬来たかと思ったね。ドキドキする、これ。やっぱして。惜しい。めっちゃ今飛んでったね。惜しかったですよ。ちゃんと実況しようかな、ああいうときは。すいません。これ今8回ね、8回。いいね、見れたね。だいぶ慣れてきたよ。おおですよ。いや、面白いよね、これ。
あ、本当に？ところでこのゲームには貞岡はいないの？なんで貞岡をこのゲームに求めるんですか？やあ、ということで2399番サインでしょ、もさ。ただいまレッドソックス対ニューヨークヤンキース、今ね、1対3で、ニューヨークヤンキース負けております、8回の表かな。佐藤さんね、一時なんか番組かなんかでなんか野球じゃないわ、ラーメン屋さんの店長さんやってましたけどね。あ、でもそういうの出てきたら面白いよね。でもそういうのって全部多分日本のプロ野球界が権利持ってるから、球界で上原出てくるから出てきてほしいですね。できればね、あのお決まりの曲で出てほしいですね。あの曲流れたらちょっと衝撃が走りますよね。あれ、なんかフレンドがパーティーに参加しました。誰この人、ちょっとフレンドさんかな。上原の前に田川、上原は弱よ、監督ヤンキース。そうそうそう、ヤンキースよ、その通り。オッケー。私はヤンキースですよ。オッケー。生でダラ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 だっていうことだ。生ダラ世代多いと見た。みんな同年代こんばんはってことで。あ、多分本当にその世代の人多いかもしれませんね。おっ、ということで行きましょう。曲が流れてきたな。かっこいい曲。いや、あんま褒めるとね、変なことになっちゃうから。名前出さないかっつね。懐かしいっすね。いいね。だいぶ監督、コツをつかんでいましたよ、ピッチングの。OK。おお、ピッチャー、あ、びっくりした。ピッチャーじゃない。びっくりした。サードがミスった。ちょっと堂林かと思ったよ。堂林かと思いました。ピッチャーじゃない。サード。あー、危ない危ない。びっくりしました。上手くなってますね。イチローはいますよ。でもセンターみたいですね。あ、出てきた。出てきたよ、みんな。マジで今日骨折。出てきたよ、出てきたよ、みんな。9回の表、9回の表、ここで逆転しないとやばい。ファールボールか。仮面ノリダーと高見ネーターは今でも面白い。仮面ノリダー懐かしいね。ちびっこノリダーとかいましたね。今じゃね、チームバチスタみたいなやつのドラマ版に出てますよね。マジね、つらいね。投げた後似てる。あと顔とかがね、クローズアップされてほしいよね、できればね。ということでバレーサインしません。面白いですよこれ、非常に面白い。今ね、9回の表で私ここで点を入れなかったら負ける瞬間。落ちた。オッケー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 。9回の表よ今、上原さくらの旦那が。いや違うと思うけどな。うわーというね、燃えてますよ。来ました、来ました。掛布バース世代の人がいるんですか。マジで、そこまでリアルに再現する。今のところ私はこっちの方が面白いなと思います。だいぶ操作に慣れてきました。代打ジャネコ。ちょ、待てよ、集中。上原激にぞ、お前ら。ちょっとお前ら、上原激に。あ、でもちょっと下向いて、あ、似てる似てる、やっぱこれソリアーノだ。うわ、むずい。何今のスライダー。うわ、けーって出た。三振取るぞってこと。三振を待ってるぞってこと。
頼む、ソリアーノ。9回ツーアウト。めっちゃいい。あーもうこれはつらい。まあめっちゃベースカバー入っとるが。ザマーズじゃない。うん、そう。すごい似てますよね。頼む。繋いでくれ。リリースからの動きを本人本当にモーションキャプチャーしてんのかな。ゲッツーでした。最悪ですよ。スタンダップ、スタンダップ出てる。抜けろ、頼む。 OK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  よし、ヒッ、よしよし、チャンス広げたよ、みんな。頼むよ。4番、次4番かな。ソラテ、サラテ、俺サラテって書いてある。サラテかな、サラテかな、これ。よし、行くぞ。パーティーやるんじゃないの。誰だ、知らん人がパーティーしとる。いきます。まあとりあえず無視していきましょう。監督引っ張って、頼む、セーフ。うわー終わった。あー終わりました。終わりましたわ。ゲームセットです。すいませんでした。でも非常に楽しめました。ということで、はい、国を、おっ、ということで、2517万円でしますね。いやー、すいませんでした。手術、ね、自分の力で受けることを決めてほしいなと思います。いや、これ、イージーじゃないよ、これ。だって私が点取られたの、一応私が点取られたのイージーじゃない。金返せ、すみませんでした。もう一回見たい気がするけど長いからやめてね。そうですね、確かに終わった、笑ってことで、すみませんでした。あ、みんな出てきたよ。あ、これプレステ4のゲームですよ、ということで2540万歳いらっしゃいませ。パーティーが台無しだということで2541万歳いらっしゃいませ。そうなんですね。あ、しゃべってますね。ドンマンヒット10本、11本まで1点差がいい。監督、レッドソックスしながら違いますよ。ニューヨークヤンキースですよ。いや、もう1回みたいです。週1ぐらいで。週1ぐらい。あ、何これ。あ、こういう感じで放送するんだ。動画や心配ですね、確かに。カードゲットだぜ。シグソすごいですよ。あ、カードがゲットできるの。そういうこともできるのか、もしかして。 CPU 対 CPU にして酒だ酒っていうの。いや、そういうのもいいかもしれんけどね。でもボストン、うん、レッドソックスに負けましたね。え、リアルですね。2回目はダイジェストで。いいね、これ。RTTS モードっていうのはどういうモードなの？いや、私がフォアボール出しまくっちゃったんですよ。本当に申し訳ないです。まあ、もしかしたらするかもしれない。でも面白いね、やっぱな、これね。一応ね、そのゴルフのプロのマイライフみたいなモード、うん、最近プレステ4全然電源入れてないな。粛清じゃけの。いや、私もね、その電源入れてなかったんですよ。そのメタルギアソリッドのグラウンドゼロでやってから。ヤンキース追加アジナルスが見たい。まあ今日はね、ちょっともうあと20分ぐらいなんで。監督はスポーツ系の映画が似合う男。ハイライトってなんだ。あ、押してみる。よいしょ。ハイライトリール、リプレイボルト、ムービーメーカー。ハイライトリール、あ、これか、さっきのやつだ。いや、明日もこれじゃないよ。今日はこれお試し枠で撮ったんですね。もともと監督のゲームでお試しかっていうやつで、
私の悲惨なプレイがリプレイで出てますけどね。監督のゲームでお試しかっていう枠で撮ったんですけど、その枠じゃちょっとインパクトないかなと思ったんで、名前を変えたんですね、タイトルね。いやこれは本当恥ずかしいですね。これもう入るかと思ったよ。ここねビームみたいなのが返ってきたんですけどね。いや面白いもんなんですよ。いやプロスピもそうですけど、やっぱ野球ってなんかこう結局スポーツ自体がドラマみたいなもんですからね。そうですね、今日8時から2時間配信でやってましたよ。でも今日は30分延長しました。これねミスったんですよね。なんで投げたんだろう。うん、あのね今ねやろうと思ってるゲーム、ショートゴロでセカンド送球シーンはよ、ノータッチ、わら、服、わらわら、これがベースボールだったんですね。すいませんでした。でもこれ抜けたの最高だったね、ほら。後ろの観客の動き見て、子供もおるよ、子供も、ほら、ここ、子供。ベースボールね、みんなここで見て、応援してる。完璧な込めないよ、ここめっちゃリアル。うん、そうかな。まあでもなんか途中でなんか、まあ、あれは私のプレイに関して言ってたのかな。わかんないけど。あ、それはそのみんなに教えるために出したんだよ。いやいいねこれね。Would you like to save the highlight reel? あ、これはノーでいいです。やっぱムルブの解放感いいな。プレイオブザゲーム。あ、このゲ、プレイヤーこのゲームで一番活躍したのはレスターさん。セーブボックススコア。監督の得点シーンは面白かったよ。私の得点シーン出てなかった？出てなかったっけ？もう一回見よう。リプレイボルトってなんだろう。活躍したのは監督だね。あ、いらんわ。わら、またプレイしたくなって。一番活躍したのは私ですよ。うん。まあ一応ね、こちらの作品はまあまだ出たばっかしなんで、まだ安くは買えないかもしれないですけどね。うん。ライトが横っ飛びしたシーン。あそこか。あの抜けたところですね、あれ。いやーでもあの後エラーがあって入ったんだけどな。あのエラーについては出てきませんでしたね。また恥さらし、わらわら。点取りましたよ。神送球。いやでも面白いねやっぱねこれね。いやここまでねリアルだとすごいなってなるよね。まあもちろんブライキュースピリッツもね私プレイするつもりなんで、うん、これがベースボールか。あ、そうなんだ。これねこれが一番の晒しですわ。これだけは本当に。ほら、しかもあの選手もね、セーフセーフってね、主張してるんですよ。マー君的おこ、どいひワロスワロス、わらわら。これはね、これは本当にね、あの雑将っていう名前で出していいなと思いますけどね。監督はロタ。これね、抜けたところですよね。ここから、ここで点が入ったんですよね。で、最後かな、これ。そういえば、またフプロスピも見たいな。うん、またプロスピはねやるつもりなんだね。あ、そういうのあったら面白いですね。確かにこれは勝つですわ言われちゃいそうですね。どうしよう。ん、三振のシーンだけ注意してリプレイとかもできる。あ、そうなんだ、そういうこともできるんだ。へえ、やっぱ面白いですね。まあよくできてますわやっぱし。まあでもこれなんで日本語版出ないんだろうっていうところですよね、ぶっちゃけ話。うん、それがねあったらね最高なんですけどね。まあ今日はこんな感じでこちらのね、いや出たらね盛り上がるんですけどね。そういう冒険する日本のゲーム会社がね今ないんでね。そうですね、なので、まあ、日本語版出すにしてもどうするかっていうことですよね。いやもう今日はねもう試合はしませんよ。とりあえず今日はねこのお試し枠なんで、うん、そうなんですよね、この良さがね伝わらないんですよね。そうなんですよ、 NBA はね一応日本語版出てる、あれも日本語版と言えばない日本語版ですけどね。あの説明書だけ日本語版で、あとは基本的にはね、選択画面は英語みたいな感じのやつは出てるんですけどね。わー監督会いたかったよーって言われてらっしゃいませ。アメフトも出ませんね。いやこれ放送のために買いましたよ。これ対戦機能あるの、
あ、そう、そうですね。オンライン対戦機能ももちろんありますよ。あと自分と同じレーティングの、人とだけプレイするっていうモードもあったり、シーズンを通してね戦うみたいなやつもあるみたいですよ。今日はねこれで放送は、終了しようかなと思います。フランチャイズ、いやそれやると時間長っちゃなっちゃうからね。まあとりあえず今日はここら辺でお開きにしましょうよ。うん、で今10時半前だから11時からにしようかな。うん、ガンダムゲーはねちょっと私どうだろうな、わかんないですね。すいません、そこは買ってはいいんだけど放送でやるかどうかはちょっと決めかねてます。一応、11時からまたねウィニングポスト枠の方も撮りますんで、楽しみにしておいてください。ウィニングポストは11時から撮りますよ。そうですね、まあ何ヶ月、1ヶ月に1回ぐらいのペースでもいいなら放送でやるかもしれませんね。うん、はい、じゃあちょっとお開きの前にですね皆さんとお別れの挨拶だけさせてもらいましょう。別に私 CM じゃないですから。監督のヒットマンが好きです。ウィポ楽しみ。やった見なきゃ。使命感、一人がコミュニティを登録しました。やったー、ウィボーグ。はい、というわけで、今日はですね、まあ、昨日配信できなかったんで、まあ、1日ぶりか2日ぶりぐらいになるんですかね。今日はね、その代わりといってはなんですが、2番組、1日にね2個やろうと思います。そうですね、今日の11時からガンダムやめた方がいいと思う。まあね、あ、そうなんですね。まあ寝ないといけない方はすいません。今日はね11時から、予約枠を取りますんで、楽しみにしておいてください。プレミアムじゃない方はそうですね、ツイッチの過去の放送の欄から見るか、または、YouTube の、動画アップを待ってもらうか、そちらで、見ることができると思います。また馬の見る放送かということで、まあちょっとね今日は、少し、放送する前に準備の方しておりますんで、まあ、少しは楽しめるんじゃないかなと思いますよ。大馬さんは何時間予定？一応2時間を予定してます。でそれ以降はまあ延長をねする可能性はあると思っておいてください。はい、ではねそろそろ、あーそうですね、今ちょうど終わっちゃいました。こちらのね MLB14 ザ・ショーというゲームね、興味がある方は、今来た方はね、タイムシフトなんかで見てみてはいかがでしょうか。うん、では皆さん、とりあえず今日はここら辺でお開きでございます。またこちらの放送ではいろんなゲームね、まあ、最新ゲームはどちらかというと皆さんに紹介する形で放送の方して、古いゲーム少しね、時間が1年か5ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらいですよね、経ってるゲームに関しては、なんですかね、じっくり遊ぶ、ゲーム放送みたいな感じでね放送の方しております。今日は MLB14 The Show というゲームの方を紹介させていただきました。なかなか面白いゲームで、しかもなんかよくねこういうゲーム、EA スポーツって言ってエレクトリックアーツっていう会社がね作ってるソフト多いんですが、こちらはどうやらそちらのねエレクトロニックアーツは関係ないみたいなんで、まあそういうね会社ごとで好き嫌いあったりすると思うんですが、こちらはねそういった会社が出してるゲームではないみたいなんで、ちょっとねチェックしてみてはいかがでしょうか。では皆さん、とりあえず今日はここら辺でお開きです。皆さんとまた会えることを監督楽しみにしております。11時からまたね放送枠の方取りますんで、またそちらに来られる方はそちらの枠で会いましょう。寝る方はおやすみなさいませ。他の放送に遊びに行く方は、行ってらっしゃいませ。では皆さん、お疲れ様でした。ドグマもまた会いましょう。さよなら。終わっていたということで、かなえさんいらっしゃいませ。すいませんね、今日はもうここでひとまず終わりです。11時から枠取るので、興味ある方はそちらに来てください。ウィニングポスト枠になると思います。では皆さん、お疲れ様でした。